日はペーストジェノベーゼの、冷製パスタを作るので、そのためのペーストを作ります。で、通常パルミジャーノとか入れるんですけど、冷製パスタにするので入れません。これでペーストの出来上がりです。パスタを茹でている間にね、ソースを作ります。先ほどのバジリコペーストに、レモンの汁を、これでちょっと爽やかになりますからね。これで OK です。さて、大体パスタの袋に表示してある、茹で時間よりも1分半から2分長めに茹でてください。冷やすことによってね、キュッと締まるので、通常の茹で時間だとパスタが硬くなります。よく水気を絞って和えます。ちょっと硬かったらさっきの冷たいお水を入れてください。味がちょうどよくなったら盛り付けます。ここでちょっとマリネしたトマト、あとは、水牛のモッツァレラチーズ飾っていきます。最後に上から軽く塩をして、これで出来上がりです。